ええー、工藤淳之助です。よろしくお願いします。えー、誕生日、千九百八十七年二月十九日。うおさ、ぎょ、ぎょ。血液型は A 型です。真面目。あ、ニックネーム。 クドジュンと呼ばれてます三時のカルテットでも呼ばれてますよ水曜日はクドジュですけど担当番組が、えー、その三時のカルテット。月曜から木曜の午後三時から午後五時ラジオ番組ですねそして土曜日お昼やってますナジラテその他朗読番組や健康寿命の番組もやっておりますぜひご覧ください性格、えー、一言で真面目長所真面目短所短所 すぐふざけちゃうところです <laughs> 真面目ですけど同僚からどんな人真面目出身地は真面目違いますね出身地は新潟で生まれて青森県の八戸というところで、えーまえー、育ちました新潟と青森のハーフなんです <laughs> 好きな食べ物うん お酒に合うものなんでも好きですし、あとどんとつくものも好きですよ。うな丼、カツ丼、親子丼、どんどーんとどんどん食べたいどんだけにえ。趣味、趣味ね、えー、ピアノ、テニス、まあ運動、サウナ、あとはまあ。 イケメン活動 <laughs> 休日は何をしているうんとまあそれこそ運動サウナイケメン活動 <laughs> 担当してみたい仕事、えー、もうアナウンサーの仕事は全部やってみたいですね、えー、ラジオもどんどん深めていきたいし、えー、ニュースも、えー、災害時とか困ってる時にも役に立つ仕事をしていきたい実況も好きですよ。座右の銘いつも心にアンテナを伝える気持ち 苦手な早口言葉そんな苦手な言葉なんてアナウンサーなんだからあるわけないじゃないですか土地の名だって言えません土地の名だ土地の名だ土地の名だ目標とするアナウンサーうーん全員ですね、えー、我以外皆しもう皆さんいいところありますからい、まあ、一番欲しいものうんやっぱり視聴者とリスナーからのラブでしょう愛でしょう愛愛ししょょ愛愛愛てください今まで会った中で一番印象に深かった人木村拓哉さんですね本当にスターでしたかっこよかった。 えー、会ってみたい有名人そう木村さんにずっと会ってみたくて、えー、実際に会えたので夢が叶ったなという気持ちでしたけどもね好きな音楽うん元気になる曲何でも好きです女性ボーカルよく聴きますし、うん、バックナンバーとかね男性も好きですけどねカラオケ、えー、ですからバックナンバー歌いますしあでもやっぱりイケメン40首の「FORFORYU」<noise> for, for you. 今始まる最高のあもういいですか,あいいですか、えー 百万円もらったら、どうする。ーんーんやっぱり、両親にそのままあげます。嘘です。飲み会に行きます。みんなで。新人の頃の自分に一言。あアナウンサーはね、背の小ささじゃない。声の大きさだ。違いますね。ね人間としての大きさですね。最も大事なのは。アナウンスの雰囲気。ええー、わちゃわちゃしてます。 いろいろな人がいますから意外な一面まぁ、あ、近藤さんはだいたいね変人と言われますがえ、みんな変人だと思いますよ私以外私は真面目です24時間ラジオ番組あー24時間やっぱりそこはなじらてで一緒に MC をしている三井志アナやっぱやめとこうかなストレスの解消法 うんやっぱり運動サウナ汗かくことが好きですね声を出すことも好き部員のみんなに一言これからもよろしく最後に BSN のファンの皆さんこれからもよろしくお願いします迎えに行くよイケメン四十士もよろしくチャンネル登録よろしくお願いします